君に助けてもらうだと、そんな夢みてえな話だ。夢じゃない。ここであの巨人により長く暴れてもらう。それが現実的に私たちが生き残るための最善策。議論は後だ。あの巨人が暴れている間に補給しよう。大丈夫だ。あの巨人は波の巨人より強い。あいつが派手に暴れているうちはこの建物も潰されないだろう。よし、あと少しで本部にたどり着けるぞ。
じゃあトーマスを食った貴公子。どうする、俺たちであの巨人を援護するか。正気かよ、巨人を助けるだと。おい、何を助けるって。ミカサ、早く逃げないと。あの巨人、あの巨人の謎を解明できれば、この絶望的な現状を打破するきっかけになるかもしれない。同感だ。そんなこと、例えばあの巨人が味方になる可能性があるとしたらどう。どんな大砲よりも強力な武器になると思わない。味方だと本気で言ってんのか。さすがに力尽きたみてえだな。あ、これをエレンがやったってことか。
無事でよかった。エレンやミカサはまさか。俺たちには守秘義務が課せられた。言えない。もっとも隠し通せるような話じゃねえ。すぐに人類全体に知れ渡るだろう。それまでに人類があればな。おい、あいつ気がついたか。エレン、ちゃんと体は動く。意識は正常なの。アルミ、なんで俺たちは囲まれてるんだ。なんなんだみんなの目は。まるで化け物を見ているような。イエーガー訓練兵、下手にごまかせば榴弾をぶち込む。率直に問う、貴様の正体は何だ。人か巨人か。質問の意味が分かりません。シラを切る気か化け物め。大勢の者が見たんだ、お前が巨人の体内から姿を現した瞬間をな。そんな、自分は人間。そうか、仕方ないことだ。私は間違っていない。誰も自分が悪魔じゃないとは証明できないのだから。悪く思うな。なんなんだこりゃ。おい、お前ら大丈夫か。エレン、これは分からん。だがこんなもん見せた後で中東兵団と会話できる自信は俺にはない。俺はここを離れる。どこに、どうやって。とりあえずどこでもいい。もう一度巨人になってからな。俺をかばったりしなければお前らは命まで奪われない。ここからは単独で動こうと思う。エレン、私も行く。私が遅れても構う必要はない。ただし私が従う必要もない。待てよミカサ、考えはもう一つある。無茶を言うが、アルミンがもしここで中東兵団を説得できると言うなら俺はそれを信じて従う。エレン、どうして僕にそんな決断を託すの。お前ってヤバい時ほどどの行動が正解か当てられるだろう。それに頼りたいと思ったからだ。いつそんなことが。いろいろあっただろう。5年前なんかお前がハンネスさんを呼んでくれなかったら
俺もミカサも巨人に食われてた。アルミン、考えがあるなら私もそれを信じる。僕が勝手に思い込んでただけだ。自分は無力で足手まといだと。必ず説得してみせる。二人は極力抵抗の意思がないことを示してくれ。止めれ。彼は人類の敵ではありません。私たちには知り得た情報の全てを開示する意思があります。敵でないというなら証拠を出せ。証拠は必要ありません。我々が彼をどう認識するかは問題ではないのです。大勢の者が彼と巨人が戦う姿を見たはずです。周囲の巨人が彼に群がっていく姿も。巨人は彼を我々人類と同じ捕食対象として認識しました。この事実だけは動きません。迎撃態勢を取れ。奴らの巧妙な罠に惑わされるな。エレン、ミカサ、私はトーニー、人類復興のためなら心臓を捧げると誓った兵士。その信念に従った末に命が果てるのなら本望。彼の持つ巨人の力と残存する兵力が組み合わさればこの町の奪還も不可能ではありません。人類の栄光を願い、これから死にゆく全てもの間に彼の戦術勝ちを解けます。うっ、予算か。相変わらず図体の割には小鹿のように繊細な男じゃ。ビクシス司令、お前にはあの者の見事な敬礼が見えんのか。わしはあの者らの話を聞いた方がいい気がするのう。